先制、清水エスパルス。ヴェルディ頑張れ。自分は昇格。ヴェルディで戦う俺たち、緑の心は誰にも負けないぜ。ジェラスメン。ヴェルディ頑張れ。自分行くぞ。自由な方は2列でお待ちいただきましてお願いいたします。ヴェルディ頑張れ頑張れないよそれ。ヴェルディ頑張れ。ヴェルディ頑張れ。J1 行くぞ。 J1 行くぞ。 J1 行くぞ。絶対勝つ。ご協力ください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 。
はいけるぞ、頑張れ。こっちみたいな。ベルディ先制したからね。最新トースト。まあ、そっちに離れてください。ゆうたさん。ベルディ絶対勝って昇格します。もう昇格しかないよ、ここは。もう頑張りましょう、頑張りましょう。16年ぶりの J1 へ昇格をさせた大一番で、どんな思いで臨まれますか？まあ、自分たちが、ね、積み上げてきた結果で、ここまでこの舞台に立てていると思うので、まあ、今年やり続けてきたことを、まあ、この場で100%出すと思います。しっかりバトンを渡して、受けた選手が、まあ、牽引して、最後試合を締めていくっていうのは、今年のやり方なんで、まあ、交代選手含めて全員が、まあ、チームのために献身的にやってもらうことが一番近道になるかなと思います。オリジナル天童市の国立決戦です。選手たち、どんな言葉で送り出されますか？もうこの最後にビッグマッチ待ってますから、我々はチャレンジャーですから、しっかりとチャレンジャーズ精神を持って、でこう勇気と勇敢さみたいなもの、こういうものがなければこういうゲームものにできませんので、しっかりとそういう、こう強いメンタリティみたいなものをしっかりとピッチで表現できるように全員でやりたいなというふうに思っています。最後はちょっと出ていく前、カジに少し話してもらって、はい、ちょっと僕も今緊張してるんですけど、まずこの上の場で話させていただきありがとうございます。で、ここの場に連れてきてくれて本当にみんなに、感謝しています。まあ、いつも通り、やれば、まあ、結果ついてくると思うので、まあ、特別なことは何もないんですけど、もしかしたら、まあ、厳しい局面だったりとかしんどい時間とか出てくるかもしれないんですけど、まあ、今日またゴール裏見てもらうと分かると思うんですけど、本当にいろんな悔しい思いをしてきた人たちが今日も大きい声で後押ししてくれて、やっぱその人たちにも答えなきゃいけないと思うし、まあ、あとは今ここにいますけど、バックアップメンバーも、まあ、僕もそうですけど、やっぱこのピッチに立ちたかったですし、でもそれでも悔しい思いしながら、相手役になって全力でやり続けて、なかなかできることじゃないと思うし、やっぱそういう思いも、やっぱり、まあ、背負いすぎる必要はないですけど、やっぱその思いもやっぱ組んでほしいなと思うし、本当にいいメンバーが揃ってるって、今年1年やって思ったし、いろんな成長も見れましたし、とにかく、みんなで絶対に J1 つかみ取りましょう。準備しましょう。ダッチャー！
真ん中、斉藤浩介打ってきた。今日初めてですかね、ヴェルディのは今みたいにバイタル取れたのはね。はい、だから森田浩輝が空いた。森田入れる、いいボールだチアゴサンタナ、山田がくれ、激しい球際、ファールです。ですね、清水のカウンターになりそうなところ、森田の切り替えの素晴らしさと予測、見事でしたね。そうですね、食いついたところ外した、中原預けてリターン、染野が狙ってきた。ヘッド、谷口です。斉藤です。ここで前半終了のホイッスルです。0対0の折り返しということになりました。そうね、
し、宮原が行く、宮原ファールをもらいました。見事、いやまさに見事ですね。素晴らしい予測、素晴らしい出足、ここで奪ってね、前まで前進して運ぶ推進力、相手ボールからね、30メートルぐらい自分で運んでね、ここで自分たちのフリーキック獲得ですからね。はい、乾浮かせてくる中山、おっと PK、 ハンドを取りました、森田のハンド。林に変えて平です。ああそうですか。チアゴ・サンタナ、谷口のタックル、長谷川と山越を入れます。今日の入場者数発表されました、53,264人、ですね。広げる、宮原左足で入れてくる、染野、染野、これはコーナー、ここ宮原からですよね。うまくギャップができたところに染野ポジション取れて、胸のコントロールから、まあ、おそらくバイシクルオーバーヘッドみたいな形をイメージしてたんでしょうけど、山越も入ってますね。高さあります。ベルディ抜けてくる、こぼれ、森田、森田豪輝だ、
や触れてるんですね、大久保も。全員で戦っています。跳ね返す、蹴り出す、試合終了。もうそれだけです。本当に良かったです。もうやばい。いや、こういう風に、まあ、苦しいながらも個数試合勝ててるっていうのは非常にいいことですし、今度目指してた目標としてたこの達成することができて嬉しいです。挨拶行って、挨拶行って、挨拶行って、挨拶行って。やった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 やOh, you're not-
相手チームの期待の通りにやってくれて、ものすごい悔しい思いをして、こっち側に選手が来るんです。このチームは全員で1試合1試合で勝ち点を繋いできたチーム、全員を褒めてやってくれて、彼らが最高だ。こっからまず決してエレベータークラブになっちゃいけない。こっから新しいサッカーをやって優勝目指すチームにならなきゃいけない。行くぞ。どうもありがとうございました。まあでもこのチームらしい最後粘り強さ見せられたんで、いやこいつらすごいですよ、本当にすごい。大将も決まった瞬間、思いはどんなことですか？いやもう分かんない、もう覚えてない。ありがとうございます。トメノ君、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、あの PK は？いやまあ緊張しましたけど、まあ良かったです。どんな思いで今日は入りました試合？まあでもこうやっぱみんな緊張感持った中で試合できたんで、こうまあ本当にいい試合ができたのかなと思います。どうぞ、 J1 勝が決まった瞬間は？いや本当嬉しいですし、まあ本当にまああの1点で恩返しができたのかなと思いました。ありがとうございます。あ、その中にもう1枚入ってくる。今週が一番苦しかった。それぐらいみんなが必死で、だから最後1点取れた。いいな、出た選手だけじゃない、お前ら